さあ、またやってまいりました。いやー、もう大変だよ。お疲れのご様子ですね。もう、メイクさんにまで馬鹿にされて。今なんか言われてるじゃないですか。俺の顔直しだから、干からびてますねって。俺は干物じゃないって言うんだよ。なんだよ、パサパサなんだからな、サゲイさん、パサパサですよ。水分なくなっちゃってて、もう昼間にはじゃないですか。パサパサなんだから。言われてたよ。自分でも言ってたよ。ほんと情けないって。新聞もめくれないって。新聞舐められてめくれないもんな。パサパサなんだよな。なんかやるたびに横らしちゃって言っちゃうしな。横らしちゃって言っちゃうんだよな。うん。ダメだよな。そうだよ。そりゃそうだよ、50も過ぎりゃ。ごはっと、撮影終了。近藤さんはどうしたか。サイさん、サイさん、サイさんがダメなんだよ、サイさん。監督さんですよね。サイ監督さ、うん、俺とね、近藤さんと土方って、近藤さん、うん、2人の芝居が多いんだよ。2人がね。そうするとさ、自分が練習したいもんだからさ、うん、急に俺が座ってタバコ吸ってた、土方、急に。セリフ言ってくんだ。セリフ。本当さ、俺もしょうがないから、いや近藤さん、それはあれじゃないですか、長州と薩摩なんて時、それはないだろうって言って、俺も嫌だから、ベジを置いたら、座りで処分しようら、土方さんって、うん、もう、近藤さんが。永遠追っかけますんだよ。ああ、そうか、ネタ合わせしたいから。飯食ってても、土方、急に、全部自分のセリフを練習するんだよ。自分が不安だから。俺の顔見たら土方って言ってくるんだよ。その日のシーンじゃないんだよ、うん、もう2週間後のシーンだってまだ練習してんだ、俺のとこ来て、うん、弱っちゃう、そのひょこだから台本読んじゃってない、うん、もうね、サイさんが見たら逃げてたんだから、ね、逃げてた、セリフ言わなきゃいけないよな、山崎っていうね、役がやんだ、それがね、トンビーズのマサなんだよ、うん、マサの顔がこんなでかいんだよ、大きいもんね、そしたら監督が、マサさん、もうちょっと下がってってどうも、タケさんと顔のバランス合わないわ。なんであんただけアップになっちゃったのあ、そうか、こうなっちゃった、起きて。でも、まだ3分ぐらい後ろにいたんだよ、って。必ず後ろなんだよ。え、ちょうどくれた。おかしくてさ、2人でこう芝居やるとさ、もうね、お互い笑っちゃうんだよ。ベイビーと笑っちゃうの、漫才になっちゃうからさ。漫才になっちゃうから。おかしくて、おかしくてさ。うん。でも結構面白かったけどね。あ、そう。来年かかるですよね。公開的には多分ね。12月やね。12月には、年内の。すごいな、今度はまた NHK なんだいこれ、このディレクターが、はい、あ、局内フリーさん、そうそうそう、一妻を、一妻に入会書出して、入会書作ってやって呼んで、うん、会議室でやってたって言うんですよ、NHK で動物番組のそうそうディレクターでライオンはいつもやってるって言ったんだ、そう言った、そう言った、ライオンは朝から晩までやってるって、うん、朝から晩までライオンやってないよ、発情期だけだよ、 NHK だけど思わず試して合ってたらしいですよ実験しちゃったんだよ、局内セックス、でもあと局内セックス見回りたいっての経験したんだって、そう見回りたいができたんですよ、はい、セックスダメでしょって、ま、見て回ったんですよ、でもあれだなでもいい大学出てやった NHK 入った時にセックス見回りたいなって言われて、いや、やってませんかって言われて、そんな就職嫌だな、ね、大学出てね、大丈夫か、こうやってないだろうな、いい大学出て NHK 入ったね、見回りたい、局内にセックス持ち込まないでくださいよ、なんだよ、やだな、こんなの、やだよね、NHK バカだな、何言ってんだろう、あ、岸辺志郎、屋台ラーメンで再出発、どん底、あ、そうなの、どん底、店の名前はどん底ですって、つけたね、また人気ある名前ですね、ラーメン屋さんあるんだ、へえ、何ラーメンだろうね、醤油じゃない、そう何ラーメンなんだろうね、まではいいけど醤油じゃないっていうのは台湾だと何ラーメンなんだろうね、醤油じゃない、醤油じゃない、今宵こそ